どうも、アースクエイカーデバイセスのタカです。今回はですね、EQD ジャパンの第1号の、日本人アーティストのインタビューなんですけど、第1号はこちらです。オハイオのクリーブランドにいるんですけど、こちら、今回ですね、たけしさんのボードを紹介したいんで、じゃあ1個ずつすいませんけど、はい、じゃあ、はい、とりあえずまあ、ご存知の方 もいると思いますけど、たけしさんのベースとギターでですね、このダブルネックのギターを普段弾いてらっしゃるんですけど、とりあえずギターのシグナルチェーンの方から先に説明してもらいたいと思います。じゃあ、はい、とりあえずギター関係から1個ずつ。まず、一番最初にこれ、ね、アフターニースですね。一番最初に入ってるのがアフターニースですね。これはどんな感じのところで使ってるのかあります？まあ、静かめのゆっくりな曲のところで、はい、まあ、クリーントーンのところで、お得意のアンビエントな感じみたいな。そうですね。でさっきも話だけど、たけしさんのなんか気に入ってるセッティングっていうのは、その音の跳ね方が聞けるような、うん、もう今セッティングにしてね、さっきパパって作ったのいつものセッティング、うんうん、これが一番やってると、うん、好きかな。あとその、まあ、一番最後の方に、うん、リバーブとディレイが来てるんだけど、はい、まあ、それとの兼ね合いもあって、まあ、一番好きなセッティング、はい、まあ、かかりすぎず、これはドワーフクラフトデバイスの、はい、まあ、なんつったらいいかな、ファズとか、まあ、ファズとオシレーターがまあ合体したようなやつで、はい、まあ、結構ノイズが作れるような、うん、そうそうそう、で、まあ、まあ、見て分かるように、うん、コントローラーがありますけど、コントローラーがついてるんだけど、まあ、足でこう時々いじったりもするんですが、じゃあこれはそのなんだろう、弾いてる時の演奏してる時の雰囲気によって足でちょっと変え、うん、つま先でこう引っ掛けたりとか、ちょっと可変、かなり面白い可変するんで、はい、これではファズの分量が変わるんですか？これは基本的には、いや、これはもうかかる、かかり具合というか、じゃあオシレーターの部分はこれ、オシレーターのなんていうのかな、こう広域がキューって出たり、はい、すごいこもったりとか、フリーケンシーを変えられるみたいな、うん、ただね、こちらの、まあ、つまみの具合によってこのコントロールの可変幅はだいぶ変わってくるので、はい、まあ、もうかなりこうランダムに、うん、使うって遊ぶ感じで、なるほど、まあ、でここから、まあ、この、まあ、心臓部なんですけど、そうですね、はい、まあ、ループスイッチャーの方にまず入力されて、はい、これはなんか知り合いの方がさっき特別にやってもらってるって、そうですね、だいぶ前からお世話になってる静岡の、はい、ソウルパワーインストルメントっていう、はい、メーカーさんに頼んで、はい、もう何回も何回 みたいですね、もうブラッシュアップして、はい、今もうほぼ完成形なんですけど、結構もう何年も使ってるみたいな、そうですね、ボロボロですけど中はもうすごい、まあ、常にね、うん、ほぼ、うん、新しいと壊れたことがなくて、うん、まあ、ちょっとスイッチを交換してもらったり、まあ、そうですよね、さすがね、うん、ボリスもいっぱいツアーやってますからね、はい、うん、で、まあ、じゃあこれで基本的に、まあ、プログラムしてここら辺のエフェクターはコントロールされてるっていう、そうですね、で一応まあ8個まあ、ループがあるんですけど、はい、まあ、前段のこの3つが一応自分の中ではまあベース用、はい、で後ろの5個がまあギター用みたいな感じで、まあ一応こうパッチを振り分けてて、はい、で、まあ、中にバンクが今6バンク入ってるので、はい、まあ、セットリストによってバンク切り替えたりとかして、はい、まあ、結構それでだいぶ融通効くので、はい、うん、音色もかなり、じゃあこの2つはこれから外れてるんですよ、ループの中的には。そうですね、はい、でじゃあこの後にじゃあ、まあ、まあ順番で言うと、うん、この、マレッコのフェティッシュっていうディストーションですね、これディストーション、はい、で、ビットコマンダー、ビットコマンダーで、まあ、これがまあ同じループに入ってるんですけど2個一緒になってて、はい、で、まあ、これ一緒に使ってるんですか、それとも、まあ、これはね分けて使って別個に、うん、はい、ただその、まあ、今のセットリストだと一緒にしといても別に、あ、なるほど、ね、逆にそっちの方が使いやすいというか、はい、うん、ループの中に入ってるから、はい、一緒のループに、はい、で、まあ、まあ、これずっと使ってるそれこれもまたドゥワーフクラフトデバイスのファズなんですけど、はい、もうこれがもう本当に自分がもうメインで使ってるファズ
でそこから、リバーブに行って、はい、最後タイムライン、タイムラインで、はい、まあ、あとループの、まあ、8番目一番最後なんですけど、はい、ここにこの要はマスフの、はい、マスフペダルの特製のノイズマシンが、はいはい、入ってまして、これが最後あのアンプの直前に来てるんです。一番手前ですね、はい、まあ、うちの今やってるツアーの一番エンディングの曲の一番、はい、まあ、ラウドなところで踏んでもう爆発させる。なるほど、はい。これはあのアンペグのそうです、ね、アンプの音ができる、うん、ちょっとあのこもりながらもちょっとあのミッドが少しゴリッていうのを出したくて、はいはい、まあ、一番前段ですよ、はい、でそこからまあパリセイズ、パリセイズで、まあ、これもディープボックスなんですけど、これは主にベースではなくてギターの信号がまあベアに行くときに少しこう、これはサブオクターブ、いやサブオクターブではないんですけど、かなり低域は出ます、まあ、スーパーローって書いてあるから、うん、これで下の方じゃかなり出せると。そうですね、もうクリーンブースターなんですけど、あ、クリーンブースターなんですか。かなり下の方に特化したので、あ、なるほど、ね、まあ、歪まないで、はい、なおかつローが 下を出す、うん、してくれるんです、はい、僕ちょっとオクターブ使うの好きじゃないんで、あ、俺さっきも思ったんですけど、うん、あのオクターブで下出すっていうんじゃなくて、ちゃんとアンプとペダルのセッティングでもっと下を出すような感じですよね。それが音色が好きなんで、リハーサル見てて思ったんですけど、うん、なんでこれはまあ結構まあ大事なペダルですね。これ結構使ってますね。これもずっとかけっぱなしです、ね、あ、これも、はい、ギターでベースの信号出すときはもうほぼかけっぱなし、これは、はい、でこれループはさっきもこれはちょっと聞いたけど、このベースのアウト、はい、これがだから、アンプの直前についていて、はいはい、ギターなり鳴らしているのと同時に、まあ、アンプ、これもアンプで鳴るんですよね。これラインで鳴らしてないんで、あ、はい、もうエフェクターみたいな感じでこう直でつなげて、で、はい、ここからループの音をアンプからも直接出している感じですね。さあこれはじゃあ決まってる曲なんかでは決まったパートのところをループで、うん、そう録音しといて、そう、うん、これはもう中にもあの SE とかが仕込んであって、あ、はいはい、うん、ループとかが仕込んであって、はい、曲のイントロだったり、うん、そんなところでこう少し、ね、もう一個質問なんです、はい、最後にあの、まあ、ボリスさんもあのアメリカとかヨーロッパで日本でもそうですから、まあ、ツアーいっぱい、まあ、やってますけど、でも毎年ほら、ね、あのライブこっち来てますけど、はい、あの見てないボリスの曲バンドはしてるけどボリスのショーを見たことがないって方もいっぱいいると思うんですけど、はい、そういう来る方に対してのメッセージとか、じゃあどういうところをボリス初めてライブ見るとき、どんなところを期待して見たらいいかっていうのは、うん、こっちの方に特にね、僕らのライブって音楽を聴くっていう、まあ、もちろんそれも聴かしたいというのがあるんですけど、はい、もう感じてほしいんですよね、もっとこう、うん、体で感じてほしい、はい、耳だけじゃなくて、まあ、そのためにこうもちろんスモークを使ったり、はい、あのプロジェクター今回のツアーで導入したんですけど、プロジェクターを使ったりして、はい、視覚的にも、はい、あ、そうですね、だとスモークの匂いだったりで体が本当に服がビリビリ震えるぐらいの音量だったり、はい、そういうのも全部体の五感全部使って体験してほしいんですよ、非日常、せっかくチケットを買って、はい、ね、遠いとこから来てくれるお客さんもいるんで、うん、もうとにかくなんていうのかな、こう遊園地じゃないうん、アトラクションの、ね、アトラクション、うん、あんな感じでもうこう体の五感全体でも楽しんで体感してほしいですね。